28日未明、新潟県長岡市の北陸自動車で道路上に停止した乗用車に2台の大型、ラックが相次いで衝突し、乗用車に乗津、いたか長岡県藤沢市の家族3人のうち、1歳と11歳の兄弟2人が意識不明、重体になっています。家族は新潟県内の家に帰省する途中だったということです。28日午前3時20分ごろ新潟県庁、芹川町の北陸自動車道下り線で、道路に停止した乗用車に2台の大型トラック、相次いで衝突しました。警察により、乗用車に乗っていた神奈川県藤沢の家族3人が病院に搬送され、このうち、部座席に乗っていた、中学1年生の13の男の子と、妹で小学5年生の11歳の、の子の兄弟2人が意識不明の重体、なっています。47歳の母親も頭に怪我していて手当てを受けています。怪我用車の破損状況を調べたところ、際に、路上に停止していた乗用車に大型と、クが追突し、その弾みで乗用車が無を変えたところへ今度は正面から別の台、トラックが衝突したと見られるという子です。2度の衝突で乗用車は原型を、止めないほどに壊れています。警察によりますと、母親は28日から仕事が休みで、新潟県内の実家に帰省する途中だったということです。